けどさ、めっちゃ埋まっちゃった。雨だからね。会えなくない？うん。スノー絶対に使おうね。スノー絶対に使おうね。絶対にスノー、うん。でも今ね、めっちゃ顎シュッとしてる。うん、寝てないからね。やつれてるね。いただきまーす。そうです。酸っぱいんじゃん。白目向いちゃってたよ今。ん？白目向いちゃってた。顔バグっちゃった。うん。ひどいか。ひどいよこれ。君？うん、びっくりしてるね。酸っぱいっしょ。驚くっしょ。熱いちご食べてる？いただきます。うん、熱いちごは持ってるよ。うまい。うん、パリパリ。私はこれを買いました。シュークリームのなんか卵屋のシュークリームとこれミニストップのやつ。うまそうだよね。ね。やっと着いたね。うん、着いた。めっちゃ時間かかったね。だってうちら家出たの6時じゃん。今、夕方6時だよ。12時間かかっちゃった。いろんなとこ寄ったらやばかった。めっちゃ時間かかっちゃったね。楽しかった。前髪が。でも、なんか嫌なんだけど。治った。治ってるよ。すげえ。なんか、こういうの楽しいね。写真はなんかさ、うん、ちょっと前のさ、うん、わかる。レトロな感じ若干。観光客感出てていいね、うちら。出てる。うん。イエーイ。念願風来坊に来ました。じゃじゃん。手羽先と手羽元と鶏皮と下全部食べます。もういっぱい頼みましたね。手羽餃子頼むのはすんだ。後でお腹空いてたら頼もう。ジュジュー。これも入れるらしいですね。なんかさ、いい感じに。あ、いいよいいよいいよ。いいんじゃない？忍びたる者賢くなければならない。お主が忍びとしてふさわしい確認をお前の紹介させてもらう。あ、なるほどね。うん。なんかある。まあ大体大丈夫。うん。ほんま。チーズいける？うん。あ、そういうことね。オッケー。行ってみよう。見て。ブリンブリン。いわきなんだけど。うん。いわきじゃない。いわきだ。うまっ。わかめが飲み込めない。わかめめっちゃあったもんね。ん？わかめめっちゃ入ってたもんね。いただきます。美味しい？ブリンブリン。うまい。蒸してあるからさ、うん、全部凝縮してて。よかったね。うん、久しぶりにこんなの作るよね。音が結構デカめなんだ。結構、うん、どこに？あ、ここなんだ。あ、本当だ。表は？あ、表は何もない。あ、そこがあれなんだ。発見。すごい美味しい。よし、いきまーす。すげえよ。押しながら、パッ。おそろってかね、向きが反対にしました。昼からお酒飲んでるみたいなぐらいの勢いだった。マジ？うん。スープ、スープ、スープ。うまい？おめでとうございます。うまっ。うまっ。絶対に肉じゃない。うん、やばいな、昼から贅沢しちゃってるわ。だし。もう一回にしようか。
て崩す。中にご飯入ってるのかな。でしょう。そうなの、うん、料理食べて食べる食べる食べる、うん、マスクかけて、マスクかけて、めっちゃ美味しい。どうしたの、どうしたの、美味しい。ドンキで買ってた VT コスメティックススーパーヒアルロンバブルスパークリングブースターを使っていきたいと思います。顔に塗っていくぜ。青、そうなんだよね。これさすがに目は避けた方がいいと思う人、うん、さすがに避けた方がいい。ジーンね、いや、アバターの方が近いんじゃない。あージーンじゃない。なんかご飯の食べてた時だったんだけど結構まあそこまで超仲良いわけじゃないけど、うん、まあ、知り合いくらいのお友達とご飯食べてて、うん、でテラス席でご飯食べてたの、うん、外だしゲップしてもバレないと思ってゲップしたの、ね、うん、でゲッってなって、うん、でやったの、うん、多分バレてないんだよね、うん、バレてないんだけど、その3人でご飯食べてて、うん、1人がわちょっとなんか下水の匂いするって言ったの。笑わないで。ねえパック笑わないで。うちがゲップした。やばい、うちなと思って、うん、そしたらもう一人だからさ、一応もう一人そういうのたまにあるよねって言ったのね、うん、なんかあの近くに下水溝とかあるんだと思うよ、うん、みたいな。フォローになってない、フォローになってないの、うちがゲップしてるから。下水の匂いって言われたから、うちですとは言えないわ。すいません、ゲップしちゃいましたとは言えない。うん、からもう、うん、そうですよね、あるあるあるだけど傷ついたし、下水の匂いが急にすることある。急に下水の匂いすることあるかなって。うん、本当に、あの帰りの電車で一人で笑い止まらなかった。あ、もういい、いいんじゃない？馴染ませたよ。馴染ませた。あ、馴染ませた。馴染ませた。馴染んでっかこれ。馴染まないね、もうこれ以上。無理だよ。肌頑張ってるね、全力。ええ、首とかは人か。いや、やめてきれい。もうそれ、洗うの大変になる。洗わなきゃいけない。洗い流さなきゃいけないでしょ。それ、今から。大丈夫、うん、いける、うん、いいんじゃん。また名古屋から帰ったら、東京で遊ぶので、東京ルルブをこれから見ていきたいと思います。現在、何時？1時ぐらい。11時半です。11時半なんですけど、さっきテイクアウトじゃなくてウーバーしてた山ちゃんの手羽食べます。フーライボーは行ったんですけど山ちゃん食べてなかったんで、どっちも制覇ということで食べます。よいしょ、取って、うん、胡椒がめっちゃ効いてる。胡椒いける？胡椒いける？うん、じゃあ食べれるよ。じゃじゃーん、出ますね。うまっ、出ますね。うん、うまいっすよ。うまっ。でもさっき食べるのめっちゃうまくなったかな、この2日。タコかい。結構来るよね。結構来るでしょ。辛いね。あ、どんどん辛さ。やばいね。うん。もうプロじゃん。うん。手羽プロ。辛くてアンジェリーナジョリーぐらい。プリプリになって。そう、赤くなって、そう、血色いい。え、めっちゃ良くない？ごちそうさまでした。
これさ、つけてから焼く。焼いてからつけるんだ。焼いてからだ。やってきました、ジブリパークです。まだです、まだです。北に駐車場に停めました。多分遠いよ。うん、行こう。イエーイ。あの馬が歩く道に近場道にちょっと似てて嬉しいです。足の両足の裏にデカ水袋できてる、うん、走っちゃダメだよ、あの爆弾抱えてるから、うん、やっちゃうよ、うん、もう痛くて痛くて仕方ない。うん、やばいよ、もう登山だよ。一周回ってたらこっちから来ることになったの。危な。木の感じ良くない？早く入ろうよ。もうん、そうだね。早く入ろうよ。もうジブリすごいきついよ。きついジブリきついよ。結構山だね。山。これから大倉庫に行きます。楽しみだね、うん、目がめっちゃ乾燥する。うん、かわいい。うん、ジブリ界のギャル。いくよ。動いてる、かわいい。どこでしょうか。どこだと思う。このふわふわの感じ。ふわふわ。疲れ取れた、ちょっと。これも走ってくれるでしょ。もうめちゃ寝る。猫バスでした。楽しかったね。疲れたね。ちょっとゆっくり。ね、超でかい。めっちゃでかく感じるよね。すごい。めっちゃでかい。詰め込まれないでね、だって。いくよ。はい、チーズ。雨粒とかもめっちゃ表現されてる。うん、すごっ。超猫バスだよ。ピンクだね。うん、出さない。あ、来た来た。ちょっと、あれそんなやついた。そんなやついた。これは南町にいるのって、これが。へえ。トトロやガチ倉庫。え、見て、下に猫バスとかの、あれ乗り物だったんだろうな。ね。嘘。え、なこちゃん、あれじゃない？ハウルだよね。これハウルだよ。ちょっとバラもあっち側で行ったり近いで買ったりかな。ちょっと想像の5倍さ、あのあれなんだけど。激走庫。そこにソウスケいるのめっちゃじわるな。ハウル、そして私の大好きなバロンです。お母さんの好きなナウシカ。誰でも入れる、入らなくても出られる。ちょっと意味が分からない。わ、すごい、すごいな。楽しい。こういうの大好きなんだよな。これあのアンコールワットみたいなやつですね。顔な、あのこれがガチの方のやつですね。あの苔がついてて、
旦びっくりしますが、奥に猫バスがいて手前にクマがいました。はい、じゃあ戻ります。はい、はい、というわけで帰ってきました。軽くね、お土産紹介しようかなって思います。まずこちら手羽先味のプリングルスも開いております。なぜかというと私たちがホテルで食べたからです。あと2個残ってるんで、じいちゃんと食べたいと思います。3つもあるんでじいちゃんポテチ大好きなんで、大好きなんで。で、いとこの子供がね、子供がでかいやつが好きなんですよ。違う違う、ポッキーの大きいやつを結構好きなんだよ、うん。まあ、これピリッとしてるから辛いから大丈夫かな。でもこれ、まあ大人も食べられましょう。テロサキ味のプリッツ、はい、これがね、家康って書いてあるドラ焼き。これはおじいやに向けて買ってあげました。めっちゃ買ってないうちにおじい、はい、買ってんね、結構。これね、これ買ったのよ。あの、私友達いないので、ほとんど、はい、あ、友達へのお土産は全然買ってないんですけど、自分になんか名古屋土産買おうと思ったら、この私最近あのプリンくんも好きなんだけど、クロミちゃんも好きになり なりましてというか、まあ、昔から好きだったんですけど、ちょっとクロミちゃんも最近ハマってて、そしたらクロミちゃんのこのね、名古屋って書いてあるね、ハンカチがあったから買いました。リングレスの買ったらおまけでチョコはもらって、謎のね、な、謎だよ。あ、私これおじいやに、じいちゃんに買いました。家康爪切り、そう、あのじいちゃん爪切りが、あの切れない爪切りで、うん、ニソニソ切ってるので、これ刃物屋さんから出てるぐらいだから、めっちゃ切れると思う。すごいじゃん、いいじゃん、本当だ。おじいやん多分喜ぶ。これは家康と織田信長と豊臣秀吉があったんですけど、私は今もう本当に家康見てるので、うん、大河ドラマで、うん、家康を買いました、じいちゃんに。私はこのご当地クマさんをず集めてる、いつも集めてるんですけど、うん、今回は名古屋ということで、あの名古屋コーチンと、こちらが名古屋城なんですけど、迷ってこちらも可愛かったんだよね。うん、可愛かった。から今回は名古屋城にしました。中が白クマってのもいいし、耳がシャチホコになってるのもいい。よかったね。こちら、まあ、味噌煮込みうどんでございますね。味噌煮込みうどんね、はい、味噌美味しそうだよね。そう、きしめんとちょっと迷ったんですけど、でもきしめん亭から出てるから、うん、多分きしめんの鍋焼きうどん。あ、そうなんだ、分かんないけど多分そう。ちょっと買いすぎたかなって思ってる商品がこちら、つけて味噌、かけて味噌。これね、名古屋名物で絶対名古屋行ったら買っとけっていうぐらいのソースらしいの。そうだよ、そうだよ。だから名古屋のお友達絶対これ買ってくる。風呂吹き大根、おでん、和風サラダ、これ何にかけてもいいんだって。これマジでもいいんだ。最速パンでもいいらしい。あ、そうなんだ。パンとかにかけてもうまいみたいな。この味噌ですね、うん、アリス行ったんですよ、アリスあって、うん、これぐらいだよね、大須商店街で行ったところ。いや、大須商店街さ、近すぎてさ、何回も通ったけどさ、お店に入んなかったんだよね。お土産、お土産、アプリコットローズ あのお茶、お茶ね、お茶で、自分用にこのあのアールグレー買いました。すいませんね、自分用にも買ってます、しっかり。アリス好きだから、これ2個入ってる、よかったね。でも飲めないでしょ、飾るんでしょ。絶対飾る。あのアリスのカンカンに入ってるコンペイトーですね。中のコンペイトーは、まあ、皆さんおなじみのコンペイトーなので、見せない、あの見せなくてもいいかなと思う。結構さ、か結構だね、物、お土産、自分へのお土産、自分へのお土産で、うちこれ1個分買ってるからね。これはどっちが先行ってるか分かんないけど、ジブリパークでもさ、こう結構ずっしり感があるぐらい買ってるんで、これはまあお楽しみに。知り合いのお兄さんからいただいた高松宮記念の、私たち行けなかったんですよね。あの、私たち あの名古屋旅行の今回の目的って、高松宮記念を見に行くっていう、目の前でゾエと推しのメイケールを見るってやつだったんですけど、あの競馬場の抽選外れまして、中京競馬場の行けないという、まあ行けるっちゃ行けたんですけど、行け指定席が ない中の、その人混みっていうのは結構大変だなと思って諦めたんですよ、うん、諦めたの。でもよかったよね。で、諦めたんですけど、私高松宮記念当てまして、だからジブリパークで大散財して、やっぱあうく銭っていうのはもう瞬時に使うのがいいって聞くから、運気も回るって聞くので、うん、結構すぐ使って、うん、もうないです。あ、よかったね。はい、9万一瞬で使いましたから。ってことは明日からは、明日からは桃屋生活。はい、終わりました。 Vlog とか お土産最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。